海道の旅、2日目は稚内駅から始まります。昨日稚内に来た時とは反対にサロベツに乗って旭川を目指します。旭川行きの特急サロベツが稚内駅に入線します。ひょっとすると昨日乗ってきた車両かもしれません。ご案内いたします。この列車は特急サロベツ2号旭川行きです。停車駅は南稚内、豊富、幌延、弟子尾中川、音稲郡、美深、名寄、士別、和山、終着旭川です。列車は4両編成、前から4号車、3号車、2号車、1号車です。車内は全て禁煙で、自由席が4号車です。この今日も JR 北海道をご利用くださいましてありがとうございます。特急サロベツ2号旭川行き。次は南稚内に停まります。列車はひたすら旭川を目指します。車窓にはこれぞ北海道という景色が流れていきます。サロベツは名寄駅を出発します。車掌には JR 北海道の列車たちが見えます。旭川駅の特急大雪が入ってきます。旭川から網走までは約4時間の列車の旅です。
駅から上川行きの列車が発車します。車両は北海道カラーのディーゼルキハ40です。列車が走る線路は本当にまっすぐです。特急大雪はひたすら網走を目指します。列車は遠軽駅に入ってきました。遠軽駅は石北本線の駅で、ここは平面スイッチバックの駅です。以前は石北本線と名寄本線が分岐する駅でしたが、名寄本線の廃止に伴い石北本線のスイッチバックだけの駅となりました。遠軽駅で進行方向を変えます。そして遠軽駅に入ってきた線路を左手に見ながら、次の停車駅生田原駅を目指します。スイッチバックは普通は高度を稼ぐために行うものですが、平面のスイッチバックは珍しい部類だと思います。ご案内いたします。大雪1号をご利用くださいましてありがとうございます。エンガルから進む方向を変わりまして、ワイガー4号車後ろ1号車です。列車はやがて縄文トンネルに入ります。このトンネルは非常に難工事の結果生まれたものであり、多くの犠牲が払われたことで知られています。
車は今日の目的地、網走に到着します。今日も一日お疲れ様でした。